はい、今は日曜日の朝、どんなもんかな、10時前ぐらいですかね。霧で何にも見えません。はい、ということでね、今日はまあお昼過ぎぐらいまでね、この中山のお家にいて、でいろいろあと片付けをしたりとかね、作業をいろいろ目処がいいところまで終わらせて、そして、お家に帰りたいと思います。横浜に帰りたいと思います。今日は最終日。まあ、ほぼほぼ半日引きこもって、車で移動して大阪まで帰って、そして、大阪から新幹線でお家に帰るという感じになります。帰りましょう。今から大阪に向かって帰っていきます。せっかくなのでせっかくって何やって話なんですけど、景色もいいのでね、 GoPro と iPhone でそれぞれドライブ動画を撮りながら帰りたいと思います。でまたちょっとね、景色いいとこ抜けたらね、普通にもうドライブ動画はやめると思うんですけど、ちょっとここから津山の宇野省というね、至るところぐらいまでは風景メインのですね、岡山の田舎の道を走ってみた動画をねお送りできればと思います。何回かね、過去の動画でもこの道走ってるんですけど、いつも暗かったりするので、あとは雨降ってたりとかして、今日は気持ちいい晴天なんで、ドライブ動画にはいいんじゃないかと思います。ということで、しばし岡山の田舎の風景をご堪能ください。話もあると思うので、一応説明しておくと、岡山県久米郡美咲町っていうところですね。で昔は合併前は朝日町っていうところだったんで、僕も子供の頃によく朝日町というところに遊びに来てました。で、まあ、見ての通りで非常に自然豊かなところでございまして、最寄りのコンビニまでだいたい車で20分ぐらいで、なんですかね、市街地的なところ、津山市の中の、まあ、そこそこ栄えてる場所、ショッピングセンター、スーパーがあるところに至るまでに30分ぐらいかかるかな、まあ、そういう感じの土地勘でございます。iPhone の映像の限りめちゃめちゃ綺麗な感じですね。ですね、本当に何もないところなので、僕も田舎に帰ってくると何をしてたかなっていうと、主には川とかで遊んだり、父のいとこなので、はとこになるのかな、そのはとこにあたる子供たちとよく遊んでましたね。でももう高校生ぐらいになってきたら、すぐにおばあちゃんが田舎の家から大阪に来て同居するようになったんですよね。でそれを境にあんまり岡山に帰ってこなくなっちゃって、多分そうね、高校中学3年から
本当に大学生ぐらいまで4年ぐらい帰らんかったんですよね。大学生の頃にちょっとあの岡山の家で少し滞在してみようみたいな感じで友達と一緒にですね、まあ、遊びに来たことが1回だけあって、でそれ以来もうしばらく行ってなくて、でここ数年ですよね、まあ、年に 1,2 回だって遊びに行くみたいなのが増えてきたかなって感じです。まあ、やっぱりねちょっと社会人になってで子供もできたりするとなかなか気軽にはあの横浜から岡山って結構時間かかるんで、うん、気軽には来れないんですけど、ちょっとね今回ハンモックを設置したことで子供がですね岡山に行きたいって言い始めてるので、まあ、今度ですね、家族で行きたいなというふうに思います。これ走ってる道が結構新しい、なんていうの、バイパス道路みたいな感じで、それまではねここの横の小道から行ってたんですけどね、あのものすごいくねくね曲がって時間かかってたんですけど、それがトンネル一本でズドーンで通るようになったんで、すごい便利になりましたね。結構その岡山の家に帰ってくるとこの高速降りてからが長かったんですけど、あの道がだいぶ整備されてくれたおかげで、これね国道429号だったな、確か国道429号、昔はとんでもないあの国道なのにやばい峠道だったんですけど、それが、まあ、綺麗なバイパスが整備されて便利になって、まあ、岡山にね帰ってきやすくなったなっていう感じです。だいぶ山からね、あの里の方に町の方に降りてきたかなっていう感じです。これあれですよね、やっぱりうちの田舎の家の周りに比べれば全然都会ですよね。で、この岡山の家に横浜から来ようとすると、まあ、新幹線か飛行機か、まあ、あるいは一回大阪の家を経由して実家の車を借りてくるかっていうね形なんですけど、岡山への行き方として、まあ、飛行機往復2万5千円、まあ、3万円ぐらいで、格安レンタカーとか、まあ、ちょっと空港への行き来含めて、まあ、3万ぐらい、だから6万ぐらいかかるのかな。で、まあ、やっぱり人数が増えると、まあ、結構ヘビーな感じになっちゃうんですけど、まあ、新幹線のね、長いのに耐えられるんだったら、新幹線で、4時間ぐらいかけて、岡山まで行って、で岡山駅の駅前の格安レンタカーを借りて、1週間ぐらい滞在してまた新幹線で帰るっていうルートで行けば、あーどんなもんかな、これも多分飛行機と一緒で3万円ぐらいの新幹線代プラス、まあ、2枚目、なんかこっちの方がややあの時間はかかるけど費用は飛行機で来るよりも時間も空港からね JR の駅に行く時間も含めれば、まあリーズナブルかなという気がするので、まあ飛行機よりはなんとなく個人的には新幹線の方が気楽でいいかなという気はしますね。で大阪の実家やったら往復2万5000円ぐらいですかね、新幹線で往復2万5000円プラスガソリン代と高速代込みで、まあ1万ちょいかな。だから、4万ぐらいかな、交通費だけで言うと。やっぱりだから、大阪の実家を使う方が、大阪の実家経由で行く方が時間もかかるけど、まあ、車をいくら借りても、まあいいので、例えば1ヶ月滞在しますとかっていうのやったら、まあちょっとね、実家の車そんだけ占有して大丈夫なのかっていうのはあるんですけど、なんか、まあ、まあ、好きなだけ使っていいと言われてるので、まあやっぱり1週間以上の長期滞在をするんだったら、実家を1回経由かな。
もうついに高速道路が見えてきましたね。もうじき。ワンピースファン。ここも津山、まだ津山に入ってないかな。久米郡久米町っていうところですね。もうちょっとしたら津山市に入ります。まあ、関東とかに住んでる人とかやと、関東じゃなくてもあれですよね。岡山に住んでる人以外で、こんな、久米郡三崎町みたいな場所知ってる人って、まあ、まずいないと思うんで、はい。ちなみに、美作ですね。美作千代駅っていうのがありましたけど、まあ、この辺り、電車で行くなら、どこが最寄りなんだろうな。とりあえず、高速の乗り場は、因野省ってね、高速の乗り場が一番近いです。ローソンがありましたので、無事に、アイスカフェラテのメガサイズをゲットしました。まあ、これをお供にですね、しばらく、高速道路を行きたいと思います。はい、じゃあですね、今から大阪に向かって走っていこうかなと思うんですけれども、中国道に乗りました。で、ちょっとね Vlog 的な感じで行こうかなと思うので、自撮り映像で今撮ってます。で、音声はワイヤレス GO で撮っているので結構クリアに聞こえてればいいなと思いますが、ちょっとロードノイズがね多かったらすいません。で、とりあえずですね、このまま大阪までまっすぐ帰りつつ、どっかでね遅めの昼飯を食おうかなという感じです。ほな行きましょう。ということでですね、岡山を後にしましてですね、ただ今からひたすら走っていくんですけれども、まあ、ちょいちょいですね、こんな感じのVlog チックな映像を撮ろうかなと思います。やっぱりね iPhone めちゃめちゃ気軽に Vlog 撮れていいですよね。なんか今回の旅で改めて思ったのが、機動性で言うと iPhone はやっぱりめちゃくちゃ高い機動性と、そしてめちゃくちゃ綺麗な映像が撮れるというかなり万能な子であるということを認識させられました。やっぱり一眼を使って一眼でしか撮れない映像っていうのは当然あるんですけど、でもなんかそういうめっちゃハイクオリティな映像を撮りたいっていうことを除けば、やっぱり iPhone ってすごい、もう iPhone だけあればいろんなことができるので、やっぱりねすごい便利だなと思いましたね。なんでちょっと改めて今回の旅で、iPhone の良さに目覚めた感があります。はい、アウトカムです。で、いや、なんで今ダブルテイクじゃなくてこれで撮ってるかというと、一回ですね HDR で、バリバリに HDR が効いた車載動画っていうのを撮ってみたいなと思ったので、まあサイドバイサイドとかでやっちゃうとどうしても SDR 側に寄せられてしまうので、この iPhone の本来の性能ですね 100% 生かしきる HDR のですねバリバリ効いた 4K60fps の動画っていうのが撮れないわけですね。でやっぱり、まあ、GoPro もすごいいいと思うんですよ。 GoPro の映像も綺麗だと思うんですけど、これねやっぱり車載動画ぐらいの揺れであれば、やっぱりこう iPhone の広角カメラでですね、特に12 Pro Max とか、まあ、今だと13 Pro Max もそうなんですけど、広角の手ブレ補正入ってるので、やっぱりそういうですね強力な手ブレ補正も十分 iPhone 持ってるので、車載動画ぐらいだったら、まあ、もはや GoPro よりも iPhone の方がですね暗所にも強いし、 HDR もバリバリ効くし、まあ、手持ちで動画も撮りながらとか自撮りしながらとか、やっぱいろんなですね、Vlog 的な動画を撮るときに、まあ、非常にやっぱ機動性が高くて iPhone いいなっていうのを感じました。で、車載動画もですね、やっぱりめっちゃ綺麗なんで、まあ、今回ちょっとダブルテイクではなく、4K60fps HDR の iPhone 動画のみで撮ってみてます。これ多分今まで何個か出してる iPhone と他のカメラの比較動画って SDR に寄せられちゃってるんで、iPhone 本来の良さっていうのを生かしきれてないと思うんですけど、まあまあ、今回はですね iPhone のカメラがどれほど優れているかというのをですね、実感するために、それだけのために HDR4K60fps で車載動画を撮っております。
今どこの辺やろ、岡山の、もうじきで多分津山を過ぎると庄とかに着くと思うので、まあ、その辺で一回ちょっとなんていうのかな、軽く休憩を挟みつつ、今後どこで休憩挟もうかなみたいなの作戦を立てようかなと思うので、一旦この辺で切って、まあ、サービスエリアとかね、ポイントポイントでこの Vlog を撮っていきたいなというふうに思います。ではでは、はい、ということで正午のサービスエリアに着きました。もう2時半なんですけどね、ちょっとそろそろ、お昼ご飯を食べておきたいので、ここで軽く腹ごしらえをするか、まあ、もしかしたらちょっと軽くのおにぎりだけ買っていくかもしれない、まあ、お腹空いてないんで、じゃあちょっとお昼ご飯食べていきます。はい、正午ですね。もうなんか大きそうなサービスエリアの予感がしてたんですけど、思ったよりもでかくないな。はい、美味しいご飯があるといいな。閉まっちゃった。残念です。ということで、ご飯食べるところが閉まってて、まあ、一応フードコートは空いてたんですけど、せっかくなんでっていうのと、ちょっとね、もっとさっぱりしたものを食いたかったんで、もうちょっと先に行ってご飯を食べようと思います。だから中西ぐらいまで走ったらあるかな。ということで行きます。はい。では行きましょう。ショーで飯を食い損ねたので、まさかレストランがこんなに早く閉まるとはっていうね、まあ、確かに中途半端な時間ですもんね。なんで、一旦ですね、先に方を進めまして、まあ、ちょっと目標火災サービスエリアでなんか美味しいおうどんでも食べたいなと思ってるんですけどね。ちょっとね、当初のプランではもっと日曜日早く家を出て、で讃岐うどんを食べに行こうかなと思ってたんですけど、ちょっとですね、あまりにもこのワーケーション期間にですね、仕事がちょっとやたらめったに忙しかったっていうのもあって、残念ながらですね、あまり作業時間だったりとかが取れなかったし、なんか自然をねゆっくり堪能する時間っていうのも取れなかったので、まあ、諦めましてですね、この日曜日もギリギリまでね、ゆっくり、岡山の家で過ごして、で、まあ、ただただ大阪に岡山から帰るだけという感じで、まあ、観光だったりとか、なんかうどん食べに行くみたいなのはちょっと断念したという次第でございます。なのでとはいえね、せっかくなんでどっかで美味しいおうどん食べたいな。山陽道側から行けば多分サービスエリアにおうどんあると思うんですけど、なんかさっきのねショーにも一応フードコート的なやつにはあったんですけど、ホルモンうどんっていうなんか焼きうどん的なやつで、ちょっとね焼きうどんの気分ではないんですよね。でかといってなんかそばをここで食うかとか、他なんかショーの名物がなんかとんかつ的なやつとか、あと津山は津山ラーメンっていうのが一応推しらしいんですけど、いや今ちょっとラーメンとかとんかつって気分じゃないんだよなっていうのもあったので、まあちょっとフードコートで食べるのは断念したという感じです。ということでね、このままちょっと方を進めまして、できればどこかで美味しいおうどんが食べられるところに行きたいなって思ってます。はい、今ですね、葛西のサービスエリア、まあ、なんていうんですか、この中国道の中ではかなり大きい方のですね、サービスエリアなんですけれども、に到着いたしました。時間は今3時ぐらいかな。で、3時22分ですね。ちょっとだいぶ遅くなっちゃったけど、まだそしてお腹も空いてないんですけれども、お昼ご飯をここで軽く食べたいと思います。ということで、葛西のサービスエリアに着きました。もうちょっとさすがにここでなんかご飯食べたいと思います。とんかつうどんかも、ここは空いてそうなんでここにしましょう。はい、ということで黒田庄和牛肉うどんということで、念願のうどんですね。和牛らしいです。美味しいかな、食べてみます。 iPhone 手持ちなんでね、食べながら撮るってのは難しいんですけど、関西風のだしで、まあ、うどんはね、讃岐とかじゃないんですけど、肉めっちゃ美味しいですね。はい、よかった、なんかこれを求めてたっていう感じの味でした。じゃあ完食します、美味しかった、完食です、ごちそうさまでした。ということで
腹ごしらえも終わったので、今から葛西を出て大阪に帰りたいと思います。はい、だいぶ日が陰ってきました。だいたい滝の社っていうあたりですね、まあ、兵庫県に入った時に、ここから、大阪までだいたい 88.5 キロ、5時半ぐらいに到着予定、本当は5時ぐらいに着きたかったんですけどね、だいぶ遅くなっちゃいました。できるだけ休憩の回数を少なくしてですね、大阪に早く到着したいと思います。そうしたらね、今度横浜に帰る時間がどんどん遅くなっちゃうんで、他を出るのが7時ぐらいで、8時過ぎの新幹線に乗って10時ぐらいに横浜着くって感じかな。まあそんな感じで、まずは大阪に早くたどり着けるように頑張りたいと思います。ということで、頑張ります。はい、今赤松のサービスエリアにいます。ちょっとね、この先渋滞してるっぽいんで、宝塚のところで渋滞してるっぽいんで、先にここで一休憩とって、でこれからですね、渋滞に向かってハマっていきたいと思います。はい、ということで今宝塚のあたりなのかな、三田のあたりというべきなのかな、渋滞にハマっております。12キロで、まあもう 2,3 キロ進んできてるんで、まあ、結構進んでるとは思うんですけども、まだまだですね、池田までこれが続いてるはずなので、結構なですね、渋滞、まあまあいつもここは渋滞するんでね、仕方ないんですけども、なんか工事をしてるらしくて、車線規制があるとかないとかで渋滞がかなり多くなってるみたいですね最近。もう遠くの方にも大阪の梅田の街並みが見える。いやーってね、関東に住んでるとね、関西の景色とかを見るとちょっとやっぱり落ち着くというか、帰ってきたなっていう気がしますよね。そう、いやでもね、やっぱりこっちでちょっといろんな人の話とかを聞いてると、なんかやっぱり関西弁がね、自分から相当抜けてしまってるなっていうのがあって、で京都に滞在してる時にものすごいですね、京都の人たちってイントネーションが関西でもまた違うんですよね。なんかやっぱりこうそういうのを聞くと、あ、京都来たなっていう感じがあって、やっぱり方言ってね、いいですよね。はい、っていうので、まあ、大阪のですね、言葉を忘れないように、ちょっとたまには関西に帰ってきて、関西弁補正をですね、かけるようにしたいなというふうに思いますっていうのの話してねんな。ということで、渋滞頑張って抜けたいと思います。はい、今ちょっと宝塚の出口を過ぎたあたりですね。で、どうもここで、車線規制があるのかな右に寄れって書いてあったんですが、こっちの車線が消えて左側に合流しないといけないのかもしれないですね。で、とりあえず実家に着くのが6時11分になってるんで、まあ6時ぐらいに着くのか、渋滞もっと広い渋滞になってしまって着くのが遅れるのかっていう感じですけれども、まあね、せっかくなんでゆっくり大阪の景色でも眺めながらね、帰ろうかなという感じです。新幹線9時なんで、大阪の実家からだと1時間ぐらいは置かないといけないんで、7時半ぐらいに家を出れば間に合うかな、まあ、とりあえずそんな感じで、大阪の実家に車を置き、あらかじめです、ちょっと実はルーターを交換するっていう作業があるんで、そのために6時半から、まあ、6時半までに家に着ければ、まあ、1時間もあれば大阪作業ができると思うので、まあ、それで7時過ぎぐらいにね、実家を出ようかなと思います。もちろん飯食ってって言われるかもしれないですけど、ちょっと時間に余裕があればシャワー浴びて飯食ってで新幹線に乗って帰って寝るっていうのが一番良かったんですけど、ちょっとその時間の余裕はなさそうなので、家帰ってね、ルーターだけ設置して、うちの実家のネットがやたらクソ重い状況をですね、改善して気持ちよく横浜に帰りたいと思います。
はい、渋滞を抜けました。ちょうどね池田の出口過ぎたあたりで完全に渋滞が抜けられたので、このままですね近畿道にめがけて走っていって、で、スイッタージャンクションのところから近畿道に入っていって、実家の方までね、そしたら一歩で帰れるんで、本当阪神高速抜けていってもよかったんですけど、なんか向こう飛んでそうなんで、ちょっと遠回りですけど、近畿道で帰りたいと思います。モノレールが走ってる人もいるかな、厳しいかな、ちょうどモノレールと並走する感じ。はい、ということで帰ってきました大阪に池田からね、このまま吹田の方に行きたいと思います。まあ、見る限りね渋滞この先なさそうなんで、順調に帰れるんじゃないかなと思います。はい、もうじきですね中国吹田のジャンクション、インターチェンジ料金所ですね。はい、中国道も終わりで、これから近畿道に入っていきたいと思います。近畿道は左に寄っとけってことか。いやー、ちょっと旅がね終わるかと思うとなかなか名残惜しいですね。はい、で渋滞が全くないので、もう超順調に、なんかね最初6時過ぎるって出てたナビがですね、今5時52分に着くって言ってるんで、まあもうあとはあれですね、特に大きな障害なく行けるんじゃないかなと思います。おっ、あれはエキスポランドかな、エキスポランドってまだあるんかな学生の頃とかね、ここめちゃめちゃ来てましたよね、エキスポランド。エキスポランドなのかな。たまにね、地元帰ってこないとダメですね。だからエキスポランドもう潰れたって噂を聞いた気がするから、これは違うやつやな。よいしょ、ほな近畿道行きまひょ。おい、中国道終わり、近畿道に行けるですね、料金所を3240円、安い休日割引って言ってるからめっちゃ安いな。やっぱあれですね、実家で車を借りてくるのが一番安いな、という結論になりました。近畿道が700円とかやから、全部いくらぐらいやろ、高速代正味4000円くらいしかかかってへんっていう計算ですね。はい、でガソリン代が、1回満タンにしてもう1回ぐらい満タンにするから、7000円ぐらいかな、多分な、ガソリン代で。高速往復で8000円、ガソリン代7000円、15000円か。あれだな、思ってたよりもだいぶ安く行けますね、大阪の実家から。なるほど、まあ、ちょっとあれですね、たびたび行くことに多分なると思うので、今後はですね大阪の実家の車を借りて行くようにしようと。はい、今ですね八尾のあたりまで帰ってきましたね。もうだいぶ僕の地元ですね、はい、で八尾はあれですね、まあ、中川地っていうその大和川と淀川の間に挟まれた土地ですね。で、僕の地元が南川地ですね、南川地郡大使町っていうぐらいなので南川地ですと。で南川地ってのは何かっていうと、大和川という大きな川の南側にあるから南側地ですと。はい、ちょっと iPhone のストレージがもうそろそろやばいんですけど、今内蔵マイクで撮ってることがあるかもしれないです。だいぶ地元まで帰ってきました。今羽曳野っていうところまで、ね、帰ってきてるんですけれども、
もうあと10分でうちの家に着くって言ってるんで、そんなにあれなんだね、帰ってきましたねっていうことで、じゃあもうちょっとですね、うちの地元に近づいたらまた撮りますが、見てください、めっちゃ真っ暗でしょ。上野大使駅にいます。今からですね、新鉄に乗って新大阪まで行って、で新横浜に新幹線で帰ります。ということで、ここがうちの地元の駅です。ちなみにこう準急がね30分に1本で、間に普通の電車で古市っていうね2個先の駅で、他の支線から来る準急あるいは急行に乗り換えられる電車は、なんで15分に1本ペースみたいな感じですかね。まあまあ大阪なんですけどね、大阪の限りなくなら隣ね、二条山という駅なんですけど、それはもうそこまで行くと奈良県です。はい、あ、金剛バスがうちの家の近く、今までうちの家の近くバス通ってなかったんですけど、路線が開通したんだ。ちょっとだけ実家が便利になって。Stay.